ありがとうございます。このままという曲でした。次はちょっと先週作った曲です。はい、変わりますよ。すいません、しんどいっすよ。いきなりお茶飲もう。あ、ここにあった。コッテでは、コッテに入ったのは、1年前ぐらい。もうすぐ行っちゃいますよ。1年前ぐらいで、で油やりたいですみたいな感じで入って美大に行ったんですけど、全然絵とか描けないけど美大に入って、うん、半年で辞めてコッテに来て、そっから絵を始めて、今は壺の絵をずっと描いてます。壺の絵を描いてて、私今大学3年生の代で、次4年生の代なんですけど、大学4年のみんな同期の友達たちが卒業制作をする時期にかぶせて、一人卒業制作をやろうと言ってて、都合の展示をやろうと思って。展示先募集中？募集中です。はい。次、先週作ったけど、一切も忘れないでいるよ、この夜。
時、てるみ先生普段こんな感じじゃないみたいな話がありましたけど、割と私の授業の時はこんな感じです、ね、そうかもね。だからなんか、てるみ先生だなっていう感じで、私はそういうなんかちょっと、なんだろうな、パンチのある感じが好きです、先生の絵も。パンチのある、その、何でしたっけ、あの鼻ほじってる男の子の絵とかも。お母さんもすごい好きで、マジでありがとう。サラちゃんのお母さんフラダンスの先生。そうです、私もフラダンスをちっちゃい時からやっていて、今もやってるんですよ。海のそばにあるよね。海のそばにあります。じゃあ最後にネイルの島という曲。なんかあのネイル、女性ネイルするじゃないですか。ネイルするとだんだん剥げてきて真ん中だけ残ったりするじゃないですか。あれはなんか島みたいだなと思って作った曲です。いいね。嫌いなものだけ見ていたいって、水面に浮かぶ花に願った。おい、水色の消しちゃったなんて、指に巻きついた白い線とネイルの島で踊る。揺れる T シャツの向こう側に終わりなんてないと知った夏の夜。何も私あなたに愛着が湧いて
ありがとう。